ますよ。ツイッターですね。疲れです。疲れた、疲れた。昨日は寝てないですよ。寝てないです。ああ、そっか、まあ、そのせいじゃないんだけど、夜飲んで、今日のための動画を整理とかしてたら、なるほど、時間が5時間くらいしか寝てます。ああ、ほんとです、うん、大盛況ですか？結構入りました？今何人だろう。でもまだまだだね。まだまだ10人くらいしか入ってないね。ああ、でもいいじゃないですか、平日にもね。なら明日は挽回。でも今日は100人行きたいんだよね。うん、で、明日はその倍と。で、300だ。なるほど。おすすめの写真はどれですか？一番おすすめの写真はイグアスの滝のパノラマ。イグアスの滝、どれだ？ブラジルのとこにあるやつ。あ、ブラジルのとこ。それが一番お気に入り。僕はお気に入りですか？最上です。なるほど、ありがとうございます。お疲れ様です。山本健さん、お疲れ様です。なんか顔が疲れてきました。疲れてますね。どうですか、あれは。お客さんの入りは、お客さんの入り、今ね、6時半なんで、はい、これからオフィス帰りのお客さんが、なるほど、ブワーッと来る、ブワーッと来ると。なるほど。今一通り4時ぐらいにピンクが来て、うん、ちょっと下がってきた、うん、ご覧の。なるほど。ちょっと閑散としてます。なるほど。これからなのか、この波はこのまま打ち止まるのか。いや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 、明日波が来るのか。いやいや、これからでしょう。おすすめの写真はどれですか？僕が気に入ってんの。お気に入りなの。あのアルジェリア、はい、このカスバって、あ、これ、ね、街自体が世界遺産、はい、結構ね、治安的には危ないと言われてるエリアで、はい、まあ、あまりこうお金持ちの方はいないようなエリア。ここに子供たちがですね、広場になってます、はい、でコンクリートにラインが引いてあってフットサルゴールがあるんですけど、うんうん、ここでちょっと僕らも突撃でサッカーに参加したんですけど、これ見てもらうと分かるんですけど、ボロボロなんですよ、ボロボロ。でもう上、皮が破れちゃってるんで、はい、でこの彼らとあまりにも楽しかったんで、はい、翌日、新しいボールをプレゼントしてみました。はははははの図です、ね、なるほど。この2枚が、なるほど。これはね、素敵な、これいいですね、海が見えて。僕も一番これ、印象的だったな。あの、北朝鮮のアリランサイト、はいはい、うん、やっぱりね、奥までちゃんとね、奥行きがあるというか、いい写真です。ありがとうございます。